さあ始まります、新春バトルロイヤル、お送りしてまいります。実況私山田大輔でお送りします。さあ朝子悟、秋山純、そしてジ・アンダーテイカー、アブドラザ・ブッチャーの4人で行われます新春バトルロイヤル。さあいきなり4選手が入り乱れております。それぞれで戦い合っている、そんなような状況です。まずダウンしたのはブッチャーだ。ブッチャーとアンダーテイカーというのも珍しい組み合わせであります。4選手が入り乱れています。今朝子と秋山がやり合っているという状況です。これは実況するのが大変だ、バトルロイヤルであります。なお優勝した選手は、最後に1人残りますけれども、優勝した選手は、三冠ヘビー級選手権に挑戦権を得るということになります。したがってミサーミツァールに挑戦するということになります。最終戦の日本武道館大会、この最強タッグが終わった後で、行いますけれども、日本武道館大会での三冠戦が予定されます。果たしてそれをゲットするのは誰でしょうか。4選手のうち一体誰かということになりますが、さあまずやり合っているのは日本陣営秋山と朝子、そして外国陣営のブッチャーとアンダーテイカーです。さあここでブッチャーがどうでしょうか。いや行きませんね。やはり2対2の状況変わりません。さあこのややこの全日本プロレスのリングが一回り小さいという印象のこのリングですから、なおのことリングが小さくより見えるというこの4選手。さあ朝子と秋山ですが、朝子がダウンしています。そしてアンダーテイカーはブッチャーを捉えています。バックドロップです。さあ朝子は秋山をロープに振っている。こちらはどうするか、ドロップキック、いやそのまま落としてきました。メキシカンサッポーです。さあ60分の一本勝負、時間はたっぷりあります。誰が残るんでしょうか。フライングメイヤーからヘッドシザースで返すのは秋山です。さあ外国陣営の方はこれは締め上げております、ジ・アンダーテイカーです。さあ場外戦に持っていたのは朝子だ。ズームストンパイルドライバーはアンダーテイカーです。ブッチャーをホームに去るか。最初の5分2対2の状況が生まれています。ここはしかしブッチャーも一つ返しました。ブッチャーとアンダーテイカーというこれもレアな対決、この後の遺恨を残しそうなそんな対決も行われております。さあブッチャーがその間に割っていきました。ブッチャーと秋山、ブッチャーと秋山です。しかしおっと今度はアンダーテイカーを攻めます。かわず落とし、アブドラザブッチャー、そしてさらに秋山をも攻めようという構えか。ジャーマンは朝子、アンダーテイカーが戻ってきたがどうでしょうか。何か大技打とうとしたか。払い腰はブッチャーです。そして秋山もニークラッシャー、ブッチャーが元気だ。しかししかし後ろを取ったのはアンダーテイカー、スクールボーイでカウントが入る、カウントが入る、カウントアップ、これはブッチャー危なかった。ブレンバスターは秋山、ビッグブーツはアンダーテイカーです。さあこれはズームスタンパイルドライバー、ブッチャー粉砕か、返しました。アブドラザブッチャーが踏ん張る、大ベテランのブッチャーの踏ん張り。ジャーマン投げ捨てです。秋山ラリアットはアンダーテイカー。依然この4人それぞれの戦いが、まあ、2試合が同時に行われている、そんな状況。新春バトルロイヤルは激しくなっています。さあまた場外戦になるんでしょうか。朝子と秋山です。飛んでいったのは朝子、リング上ではアンダーテイカーとピッチャーです。場外では朝子と秋山やり合っています。クランチャーがありました。
おっとそれを見てブッチャーが場外に行きます。さあ4選手が場外です。場外カウントがありません。4選手が場外だ。新春バトルロイヤルのルール、場外カウントはありません。場外戦が有効となります。試合時間は10分を過ぎています。新春バトルロイヤル激しい戦い、抱えた、そのまま落とした、垂直落下式、ブレンバスターは秋山でした。そしてアンダーテイカーがさらにブッチャーを持ち上げる、抱えてバックドロップ、エクスプロイダーは秋山です。ジャーマンスープレックス、もう一回行く、もう一回行く、トップロープはアンダーテイカー、カウントが入っている、秋山出しました、フライングラリアット、アンダーテイカーがブッチャーにラリアット、返しました、ブッチャー返した、ブッチャーも粘る、かなり攻め込まれているラブダラザブッチャー、フライングボディアタックでしょうか、あそこ。さあ今度は秋山を、ブッチャーが秋山にかなり執着しています。さあそしてあとバックフリップのような感じでしょうか、あそこに打っていったのはブッチャー、今度はバックドロップアンダーテイカー、今度はさあ構図が変わってきました、戦いの構図が変わってきました、あそことブッチャー、秋山とアンダーテイカーです。抱えたのはあそこ、持っていった、カウントが入っている、カウント3、あそこがブッチャーからピンフォール、今度はアンダーテイカーカウント、フランケンシュタイナーはあそこ、秋山からフォールか、返しました、混沌としてきました。新春バトルロイヤル、すでにブッチャーは敗れています。さあ4選手が入り乱れます。ジャンピングに、さあアンダーテイカー、秋山純、そして浅子悟の3人です。誰が三冠戦の挑戦権を得るんでしょうか。15分を過ぎています。おそらく先ほどブッチャーに決めたのは SDA でしょうかね、スーパードライブ浅子でしょうか、フィニッシングホールドが出たものと思われます。ロープに振ったのは浅子です。あとキックです。今度は浅子が狙われる、2対1になってしまったか。さあアンダーテイカーと浅子、ここに秋山が割って入る、3センチが入り乱ります、ドロップキックはテイク、しかしそれを見ていたような、んバックを、ん取り返したのは秋山、ジャーマンスープレックスホールド、カウンター2、返しました、アンダーテイカー返しました、ネックハンギングツリーだ。さあ今度は浅子がエルボー、秋山に打っていきます、アンダーテイカーと浅子です、いや秋山です、ジャーマンは浅子、カウントが入る、秋山苦しい、カウント3、秋山敗れました、秋山が敗れました。残ったのはなんと浅子悟とアンダーテイカーです。さあバトルロイヤル1対1になりました、浅子チャンス、浅子悟がさあ三冠戦に挑戦、そういう状況が生まれるか、あるいはアンダーテイカーか、1対1になりました、あとはシングルマッチの予想です。バックを取るのはアンダーテイカー、抱えます、サイドスープレックス、サイドバスターです、サイドバスター、ハンマー打つ、身長差がかなりあります、風落とし、
20分が経過です。さあ朝子が2人ともピンフォールしています。ラリアットはかわした。朝子への声も飛んでいます。新春バトルロイヤル、1対1、ブレンバスター返した。さあチャンスが来る。朝子サトル男になるか。ギロチンドロップ、かっかかえるか。ボディスラム、そしておーサマーソルトドロップです。さあなりふり構わず夢の三冠見えてきています。トライルのアンダーテイカープレンバスターは朝子返しました。さあ大技を見せたい。まだ時間はあります。場外へ。さあ権利がというかもうすでに秋山、リング外の秋山はもう敗れています。そしてピッチャーも敗れています。1対1です。2人残っています。朝子悟とアンダーテイカーです。この1対1の状況はなかなか長くなっています。リングに入ったのはアンダーテイカー。三沢の三冠への挑戦権をかけての戦いになりました。バックを取ったのはアンダーテイカー。サイドバスターです。じっくり攻めます。膝の裏へのキックがありました。さあヘッドロックです。さあアンダーテイカーのダメージも大きいようだ。バックを取る、スクールボーイだ。どうだ、丸めていく、カウントが入る、決まるか、どうだ、惜しい、カウンター、惜しかった、朝子惜しかった。さあ25分経過、攻めていきたい。バック取る、邪魔は打てない。さらに攻めたい朝子悟、もう一回行く。タイガースブリックスか、いやエルボーです。エルボー一発打った。もう一回腕を固めた、上がるか、どうだ、エルボー、もう一回行く、エルボーです。何発でも打ちたい。バックドロップ、さあホールダー、片指に固めた、三冠へ、カウントスリー。新春バトルロイヤルを制したのは朝子悟です。やりました、朝子。見事三選手をコールしました。選手権への挑戦も決めました。新春バトルロイヤルお送りしてまいりました。最後のシーンをご覧いただきましょう。アンダーテイカーからのフォールでした。じゃあ秋山、そしてアンダーテイカー、3人からフォールを奪った朝子。本人には失礼かもしれませんが大金星で見事新春バトルロイヤルを制しています。あー、大きな拍手が出てますね。ありがとうございます。いや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 、朝子やりました。したがって三冠戦に挑戦ということになります。朝子悟です。なんか画面の色がすごいことになっちゃいましたけれどもちょっと待ってください今日はここまでなのでいいんですが、まあ
ね、あさこカラーになったということにしておきましょう。いやー、驚きのと言いますか、見事あさこさとるがバトルロイヤルを制しています。これもね、あさこカラーになったような感じですね。どうやらね、そういうことにしましょう。新春バトルロイヤルをお送りしました。全日本プロレスゲーム中継、次回は最強タッグの終盤戦 B ブロックの、決勝進出チームが決まります。どうぞご期待ください。また次回は来週の予定です。来週の予定です。どうぞご期待ください。来週月曜日お送りする予定です。どうもありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。皆さんどうもありがとうございました。全日本プロレスゲーム中継、次回をお楽しみに。